パーム、企業、パーム、パーム、インク、社は、携帯情報端末、PDA や、スマートフォンのパームなどを開発、製造、販売するアメリカ合衆国の企業、ヒューレット・パッカードの子会社、カリフォルニア州に本社を置く、パームデバイス及びそのオペレーティングシステムパーム、OS を開発していた、ポミニ、インク、が、OS 開発を行うパルムソース、 アクセス、システムズとの2社に分離後、社名の全権を取得し、パーム、インクになった。2010年4月に、ヒューレット・パッカードによる買収合意が発表され、同年7月から同社の完全子会社となった。その後、パーム OS を受け継いだ WebOS の機器及びソフトウェアの開発を行っていた。2011年8月に WebOS 事業の閉鎖を発表。 その後は一点、WebOS をオープンソース化し事業継続すべく社内部門として存在している。1992年、パームはデバイスの発明者であるジェフ・ホーキンスとドナドビンスキーによって設立された。開発当初、ユーザーにとっての使い心地を追求するために木材を使ったモックアップが何度も試作された。筐体サイズを決めるためにワイシャツ胸ポケットを ジェフ・ホーキンスが採寸して回ったという逸話が伝説的に残っている。当初はポンピー・レッドという名前だったが、パイロットから商標権侵害で訴えられ、和解の結果、パームという名前になった。1995年、パーム社は US ロボティクス社に買収されたが、1997年、その US ロボティクスを3コム社が買収、その子会社、 パームコンピューティングとなった。2000年、パームはサンコムから独立、社名をパーム、パームインク、都市、ナスダックへ株式も公開した日本法人の名称はパームコンピューティング。マイクロソフトが買収しようとしたが失敗に終わった。創業者たるホーキンスとドゥビンスキーは、後にトレオを指揮するコリガンと共に1998年に同社を退社。 ハンドスプリング社を起こし、独自の拡張スロットスプリングボードを搭載した新たな PDA、バイザシリーズを世に通った。同社はパーム OS のライセンスを受けた初めてのサードパーティーとなった。ハンドスプリングはしかし、スプリングボード搭載 PDA を中心に推し進める戦略からスマートフォンなどの 通信機能を内蔵したコミュニケータと呼ばれるタイプの一体型デバイスへと方向転換していくこととなる。2001年前後、売り上げ悪化に悩むパーム社はソフトウェアとハードウェア部門を別々の企業として独立させる決断をする。これにはソフト部門、後のパルムソースがハード部門、パルムスルーシオンズグループと離れることでパーム OS を使用する PDA メーカーすべてに 中立的な立場で開発に専念できるという側面がある。そのような中で2003年、同社はハンドスプリングの買収とホーキンス、ドゥビンスキー及びコリガンの復帰を発表した。パームソリューションズグループの新社名はポミニ、パーム OS 自体の名称は変わらず、パームブランドはポミニとパルムソースの運営する持ち株会社、パルムソースが55%の株式を 保有に帰属することとなった。パームの流れを汲むハンドスプリングのトレオシリーズも、無余曲折を経てパームから発売される形となった。ポミニは2005年、パルムソースに3000万ドル支払い、知名度が高く優れたブランド名パームの全権を取得した。同年、ポミニからパームへ社名を変更。そして、新パームの名で、パーム DX と Z22 を10月より販売を開始した。 翌2006年には Windows モバイル搭載機であるスマートフォントレオ 700W を発売した。2007年秋、パームは米国第3位の携帯電話キャリアスプリントネクステルからストレート型スマートフォン、パームチェントロを発売した。パームチェントロはトレオ以外ではパーム所となるスマートフォン製品。米国では スマートフォンワイヤレスハンドヘルド製品の出荷数は1億1500万ユニットで、前年2007年度比で60%増加してお、パーム社としては携帯電話からスマートフォンへの乗り換えを検討している、新たな顧客層を呼び込みたい考えがある。重さは約 119gEV、ドゥネットワーク対応。2008年には AT&T 版、パームチェントロも発売された。 三つネットワーク対応。同期は、欧州ではパームトレを500として、ボーダフォンから発売された。2010年4月28日、ヒューレット・パッカードによる買収合意が発表され、2010年7月1日、完全公会社となった。パーム部門は、スマートフォンやタブレット機器市場への対応に合わせ、ウェブオース、2009年に発表したシンパルモスの名称。 機器及び関連ソフトウェアの開発を受け持っていたが、2011年8月に HPE は WebOS 関連機器の開発からの撤退を発表した。しかし、同年9月22日に CEO に就任したメグホイットマンが事業継続に再び舵を切り、12月9日にオープンソース化を発表した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。